こんにちは、福友です。今日は iPad 版イラストレーターでお絵かきをする上での基礎的な使い方をご紹介します。iPad 版のイラストレーターはパソコン版と違って直感的に操作することができるので、絵を描く上でもおすすめのアプリです。初心者の方でも挑戦しやすいようにやり方をご紹介しますので、ぜひ動画を見ながら一緒にチャレンジしてみてください。それでは早速 iPad 版のイラストレーターを立ち上げます。新規ファイルを作成の中からサイズを選ぶんですが、今回は 1920×1080 ピクセルの設定で書いていきます。サイズは特に何でも OK なので、自分の好きなサイズで作ってみてください。そして今回使う機能をご紹介します。まずは鉛筆ツールです。塗りブラシの中のラウンドを使います。こちらがですね、こんな感じの書き心地になっておりまして、そして滑らかさっていうのを調整すると書き心地が結構変わってきます。一旦滑らかさ一番下に下げた状態で書いてみると、こんな感じでペンのちょっとした揺れも反映されるので、例えばまっすぐ線を引きたいなという時にはあまりおすすめできない設定ですね。逆に滑らかさを一番上まで上げていくと、ペンのちょっとした動きをこう修正してくれるので、こんな感じで滑らかな線を描くことができます。こんな感じですね。まっすぐ線を引きたい時とかにおすすめの設定です。滑らかさマックスいいじゃんと思った人いるかもしれないんですけど、例えばこんな感じでうさぎちゃんを描こうとした時とか、こんな感じで滑らかに修正されてしまうので、思った形に描けなかったりします。そんなわけで滑らかさの調整をして自分がどの設定だと書きやすいかコツをつかむことをおすすめします。続いて使用するのが消しゴムツールです。こんな感じで書いた線を消すことができます。で、一つ前に戻りたいときは2本指で画面をタップするとこんな感じで簡単に戻れます。戻ったものからやり直しをしたいときには3本指で画面をタップするとこんな感じでやり直しをすることができます。これらのジェスチャーも便利なので活用していきましょう。最後に図形ツールです。こんな感じで綺麗な図形を描くことができます。そしてですね、正円を描きたいときには、左下のこの丸をタップすると、こんな感じで綺麗な円を描くことができます。四角の場合も同じで、普通に描くとこういう長方形とか描くことができるんですけど、正方形を描きたいときには、左下のこの丸をタップしながらやると、こんな感じでぴったり正方形を描くことができます。そして描いた図形はこんな感じで上のところで回転させたり、そして角を丸くすることもできます。それでは今回モチーフにするイラストをプロクリエイトから撮っていきましょう。じゃん、見覚えある人もいるんじゃないでしょうか。このチャンネルのアイコンになっているイラストです。アクション共有の中の JPEG をタップして画像を保存します。そして保存した画像を iPad 版のイラストレーターに読み込んでいきます。というわけで画像のマークをタップして写真を選びます。そして先ほど保存した画像を配置します。で、透明度を下げて上からイラストを描きやすくします。レイヤーを開きまして、配置したイラストはロックをします。こうすることによって上からどんなに操作してもいじれなくなるのでおすすめです。新しいレイヤーを追加してこちらに線画を描いていきましょう。まずは図形ツールを使います。四角を選びまして iPad を描いていきます。線は黒で OK です。長方形を描いたら上の丸の部分で角度を調整してサイズを調整します。
そして今だと線の太さが細すぎるので線幅を10ポイントぐらいに調整します。そしてですね、わかるかな、この内側にある丸をさらに内側に移動させるとこんな感じで角を丸くすることができます。 iPad ってちょっと角が丸くなってますよね。そしてさらにカメラの部分についても書いていきましょう。カメラの部分は正方形なので左下のボタンをタップしながら正方形を描いて配置します。そしてこちらも角を丸くします。そしてカメラの部分は塗りも黒で塗りつぶしちゃいましょう。続いてカメラを描いていきます。カメラも正円にします。そして線幅を調整して線の色は黒ではなくグレーに設定します。で、矢印ボタンをタップしながら移動です。そしたらカメラ2つありますので複製を押します。このプラスボタンタップすると簡単に複製できます。で、複製したカメラは下に移動。これだけで簡単にカメラを増やすことができます。さらに複製、今度はカメラの横にあるあれは何だろう、センサーかな、センサーの部分を描いていきます。塗りつぶしの色と線の色を調整します。同じ色を使いたい時にはスポイトツールを使うと便利です。そしてさらに複製してライトの部分だったりも追加していきます。 iPad ってどんなんだったっけっていうのをね、確認しながら描きました。レイヤーを開いて iPad を描いたレイヤーとは別に新しいレイヤーを追加します。そして iPad のレイヤーの下に配置します。ここに対して線画を描いていきましょう。こんな感じでパーツごとにレイヤーを分けることをおすすめしています。それではいよいよ鉛筆ツールのパートです。塗りブラシの中にあるラウンドを選択します。そしてですね、鉛筆ツールの滑らかさは私はだいたい6ぐらいで描いています。こんな感じで結構ざっくりと描いてるんですけど、線をきれいに修正してくれるので手軽にクオリティの高いイラストを描くことができます。線画ができたら続いて Apple Watch の部分描いていくので、また新しいレイヤーを追加します。そして図形ツールの四角を選びまして Apple Watch の四角を描いていきます。角度を調整して線幅は太めにしちゃって Apple Watch の枠として描いていきましょう。角を丸くして、線の色と塗りの色を調整すれば完了です。線画ができました。そしたら iPad と顔の部分重なっちゃってるところがあるので、線画を描いたレイヤーを選んで消しゴムツールで消していきます。そして iPad の重なってる部分も消していきたいところなんですけど、こんな感じで図形ツールを消そうとするとちょっとね、変なことになっちゃうんですよ。ちょっとこの辺の機能については今回初級編ということで一旦省きます。なのでここは気にせずほったらかしの状態で大丈夫です。後で色を塗るときに隠れるようにしちゃいます。
というわけで、鉛筆ツールの中にある先ほどまで使っていた塗りブラシじゃない方のツールを選びます。そうすると今度塗りの色だけ選択できるようになっているので、塗りの色を今回は髪色から塗っていこうかな。髪色を選択します。そして塗りたい部分に関してはこんな感じで囲っていくことで塗ることができます。線を描いたレイヤー、色を塗ったレイヤーをこう重ねていくイメージですね。この作業がね、私結構好きなんですよね。なかなか面白いです。で、囲った時に塗り漏れがあったとしても後から修正することができるのも面白いところ。ベクターデータになっているのでこんな感じでポイントをずらして修正することができます。すべて綺麗に塗れるように内側にずらしていきましょう。この辺の扱いについてはね、触りながらどんどん慣れていきましょう。それでは続いて肌色についても塗っていきます。手の部分も塗っていきます。ここでね、こんな感じでいい感じに iPad が隠れてくれるので解決ですね。その他の部分もどんどん色を塗っていきます。それでは元のイラスト同様、背景を塗っていきましょう。新しいレイヤーを追加して一番下に配置します。で、背景の塗り方はというと、こんな感じでアートボード全体を四角で囲います。で、色を指定していくわけなんですけど、見本のイラストから色を抽出したいので不透明度を元の状態に戻します。はい、100% になりました。そしたら、ちょっとややこしい作業になっちゃって申し訳ないんですけど、この背景用に描いた四角のレイヤーを一番下に持ってきて、四角を選択した状態で塗りの色を指定します。スポイトがあるので、この元のイラストから色を吸い取ります。はい、OK です。そしたら元のイラストは非表示にしちゃいましょう。できてきましたね。ラストスパートです。服の色を真っ白に塗っていきます。 iPad を描いたレイヤーをタップして、その中から本体だけに色を塗っていくので、周りの枠をダブルタップで選択します。はい、選択できました。そしたら塗りの色を指定していきます。そうするとグラデーションというものがありますので、こんな感じでグラデーションを指定していきます。どういう角度でグラデーションを塗りたいか指定します。そしてもう反対側の色を薄いグレーにしましょう。こうすることによって、この iPad らしいグラデーションがかかります。最後にアップルペンシルを真っ白に塗って完成です。初級編ということで、今回は鉛筆ツールをメインとして、こちらのイラストを簡単な線画に変えてみました。ちょっとね、操作がややこしい部分もあったかもしれないんですけど、慣れていけばどんどん iPad 版のイラストレーターでも絵が描けるようになりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。以上、プクトマでした。バイバーイ。